った。下ネタどこまで来た？ダメです。下ネタやめなさい。今回の総裁選についてちょっとそんな話しないとガラッと変わりすぎた。全然話が変わりすぎた。そうね、うん。はい、じゃあやりましょう。はい、お願いします。ちょっと AKB のチームメイトさんですよね、はい、私 STU48 だったので姉妹グループだったんですよ。おお、え、じゃあ夢の共演じゃない今、すごい、とりあえずね、そうですよね。選びましょう、選ぶシーン、選ぶところか、選びましょう、はい、選ぶところで、まあ、選ぶところで、次からカバーするから一度も好きだけど梨も好きです、はい、パスタも本当は浸すんだよね、はい、はい、このパスタを使ってメスティに、はい、すごい良かった、ツイッター見ました。本当ですか？ツイッター見ましたよ。なんかおぐりゆうちゃん、うん、じゃあゆみちゃん、うん、でもきれいすぎて昔から、はい、そのアイドルが好きだったりされたんですか？アイドルっていうかは芸能活動をずっと知ってみたくて、将来の夢がモデルさんとかそういうテレビに出るお仕事だったので、今回のチームメイトのオーディションがあって、それで受けてみようと思って、せっかくなんでちょっと距離取りにマスクしてもらって、はい、あら、怖い、いい笑顔、めっちゃ可愛いな。その感想はないぞ、なかなか。あら、かわいい。じゃあ、なしなしなし、ちょっとやってみてもらって、よし、ちょっとすいません、ファンの方はごめんなさい、ちょっと手に剥がした、乗らなくていい、乗らなくていいんだよ、集団の方での仲間にしないで、じゃあもうちょっと前行きましょうか。彩りメスティン料理で、はい、チーズ、はいはいはい、いいですか、はい、オッケーです、ありがとうございました、よっ。そうですね、今日初めて一人でこういうロケに参加させていただいたんですけど、本当に皆さん優しくてすごく楽しむことができました、ありがとうございました。しょうがないですけど